乙女ちゃん、何か言おうかしら。それは本当なの？ ええ、分かったわ。ありがとう。 違うわよ。この間泥棒に入られたゲームショップがあったでしょ？そこから盗まれたと思われるゲーム機やソフトが別の中古ゲームショップに持ってこられたらしいわ。じゃあ
残念なことに身分証の提示を求めたら断られて逃げられたらしいわ。けど特徴のある人物だったから捕まるのも時間の問題ね。まあ人物っていうよりネズミだったんだけどね。犯人さんもネズミさんだったんですか。そう、しかも特徴からそのネズミっていうのが、どこに目をつけて歩いているっちゅか。ごめんなさいです。うちゅ、その声はまさか。まさに運命っきゅう。ああ、いつぞやのネズミだ。説明しよう。このネズミはバレチューって言って、世界中のいろんなところで悪さをしているコアクターなんだ。で、いつだったかコンパに一目惚れして、それ以来ずーっと片思い中なんだよね。これからもずっと片思いだと思うけどね。ネズミさん、怪我はないですか？オイラは平気っちゅ。このくらい女神どものバカ力に比べればどうってことないっちゅ。それよりもコンパちゃんちゅ、怪我はないっちゅか。もし傷ができてもオイラがお嫁にもらってあげるから安心するっちゅ。ネズミさんは冗談が上手ですね。けど見ての通り怪我はないので安心してください。それでちょっと残念ちゅ。でもネズミさんと会うのも久しぶりですね。今日はどうしてプラネチューヌに来たですか？それは、ゲームの転売をしにでしょ。はい、容疑者一匹確保っと。ぎゅー、何をするっちゅ。
あんたが中古ゲーム店から盗んだものを転売しようとしてるのは分かってるのよ。どうしてそれを。身元がバレると思って身分証は出してないはず。ネズミってだけでも犯人は絞れるのよ。それに悪事を働くネズミってのもあんたくらいしかいないしね。ここで捕まってはネズミの面汚しっちゅ。話すっちゅ。ヘロリ。うわ、ネズミが指を舐めた。指を舐めてきたのよ。